フリーメイソンのマークの入った聖書。1951年発行のもの。赤枠部分を訳すと、地球は宇宙そのものであり、他のすべての天体、天、太陽、月、星は地球の付属物であると考えられていた。世界は円盤であるという考え方の痕跡があるようだ。赤枠部分を訳すと、ヘブライ語の4つの単語はこのように表現されている。聖パウロの第三の点という表現は多くの憶測を呼んでいる。ユダヤ人は天を3つに分けていた。雲が集まる大気圏、太陽、月、星が固定されている大空、天上界、神とその天使の住処。The atmosphere, where the clouds gather, the firmament, in which sun, moon, and stars are fixed, and the upper heaven, the abode of God. Doga の中には出てきませんが、続きがあり、この聖書の79ページには、地球には27の大陸がある。1579年まで、これらの間には強力な同盟と貿易があった。その後、これらに関する記述はすべて破棄された。1955年には、公式のものとして認められたが、後にはすべての公式な情報源から没収された。この聖書によれば、宇宙への出口はないが、我々の世代には未知の広大な領土がある。やはり、天外ドームがあり、他の天体とは、海でつながっているということになる。となると、漫画、ワンピースの物語に似通ってきますね。海、つながりと、空白の百年、巨人、全文明の高度に進歩した世界王国。ご視聴ありがとうございました。